はい、皆さんこんにちは。今日は先月買ったツアーボックス、これが今スタジオワンでの使い勝手がどうなってるか、まあまだまだ中間って感じなんですけれども、これをレポートしたいと思います。まずナビゲーションですけれども、このグリグリしたものを回すと横拡大縦拡大ができます。こういう感じですね。それでこれを横のボタンを押しながらグリグリすると縦拡大ができます。こんな感じですね。今度はこの使い勝手のいいノブですけれども、これはもう単純に進む戻るになっています。こんな感じです。はい、加速はしませんので、長い場合は何度かこう回すようになるんですけれども、もしそういう場合はこれでグリグリっとこう小さくしといてですね、早く動かすというのもできるから、これはそんなに問題じゃないですね。そしてこういう風にしておいて、例えばカットをするときに楽なように、もうこう回しながらプッシュでカットができるようにしています。例えばまあオーディオでもそうですが、スタジオワンではオーディオトラックにこうやってミディを乗せるだけでオーディオになりますけれども、このオーディオになったものを切るときも全く一緒です。こうやってグリグリしておいてカットカットって感じですね。そして今度は全選択っていうのも作っています。全選択というのはコントロール A の機能に割り当ててるのはこれなんですけれども、こうするといらないトラックまでなってしまいますよね。こういう風にならないように、この横ボタンとこれを組み合わせると、今選択しているトラックこうありますね、これの部分だけをこうやって選択できます。選択をしたら今度は結合というのをこのボタンに割り当てています。そうするとこのように1個になりました。まあこちらでもそうですね、全選択をします。こうやってキュッとこうしたら選択できますね。これを結合します。はい、このように分割はここのボタン、結合はここのボタンというふうにしています。そして今度はミディなんですけれども、このようにしておいて、ここにあるボタンは上下にしています。このようにしてまして、オクターブ上げとかできるように、ここのボタンとここ、まあ、近いからというのもあって、こちらにはしないでこちらでこのようにやっています。あとですね、ツアーボックスだけじゃなくって、こちらの方にはストリームデッキがあるわけですけれども、まあこれともいろいろね、組み合わせたりしながら、例えば新たなトラックをですね、作ってみたいと思います。こうやってですね、そしてインストゥルメントトラックを作ります。はい、でこれをですね、ちょっと録音モードにしておいて、まあ適当にむちゃむちゃって感じですけれども、弾いてみますね。はい、このようにね、録音があった時に、まずはクオンタイズとかをするんでしょうけれども、この選択ももちろん先ほどのようにこのボタンで、演奏が終わったら全選択をしますよね。そしてクオンタイズはここにボタンを合わせてあるんですね。キュッとするとクオンタイズになりました。そしてあとまあストリームデッキと組み合わせてですね、ストリームデッキにミディというのを作ってありまして、オーバーラップとレガットを同時にできるような、はい、押しますね。はい。
こういうふうなものも作ってあるので、これもとっても楽ですね。そして、これはマクロコマンドを作ってあるんですけれども、まあ、再生はこれです。こういうふうに再生するようにしてまして、これミュート外しますね。はい。そして、まあ、あとはカット&ペーストというか、コピーというかですね。これでちょっと適当にこうやりながら、トン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 とこうやって切っていきますね。はい。こうやって切ったらですね、このブロックありますね。これをコピーするときは、ここのボタンにコピーを割り当ててあるので、これでコピーしますね。そしてこれでグリグリグリっと持っていって、場所を変えておいてから貼り付けをすると。こういう感じか、もしくは移動する場合はカット&ペーストでいいですから、これでここの上側のボタンにカットを選択してありますから、それでグリグリグリっとまた回して、はい、こういうふうな感じですね。これで回してペーストすると。こんな感じでコピー&ペースト、そして全選択。普通の全選択はこれで、そしてトラックの選択はトラックを選択しておいたら横とこれということですね。そしてひっつけるというのも全部ですね、ワンタッチでできるようにしています。あとはですね、ミディ音符のナッジというのもやっています。例えばこういうふうに選択をしますよね。そしてこのダイヤルにナッジをつけてありますので、こうやって微妙にですね、ほら、こういう風に動くと。他はまあ簡単なのにはミキサーを出したりしたいですから、ここでピャッとこうミキサーを出したりはすぐできるようにしています。パソコンのキーボードまで指を動かしてもいいんですけれども、なるべく移動が少ないようにですね、このツアーボックスに設定をしてあったり、またこのストリームデッキですね。これにやっています。ストリームデッキにはかなり便利になってるんですけれども、今日はツアーボックスのお話をしようと思ったので、またこれについては細かくですね、別の動画でやりたいと思っています。村長でした。